皆さんこんにちは、リテラミリタの竹部です。今日はですね、肘のこの外側ですね、外側に痛みを抱えている方へ、改善のためのセルフケアの方法をご紹介していきます。肘の外側の痛みはこうですね、このちょうど骨があると思いますが、これが上腕骨の外側上かと言われます。ここにですね、たくさんの筋肉がついております。この筋肉が硬くなったり引っ張られることによって、ここですね、ちょうど肘の外側の部分が痛くなってくるというふうに考えられていますが、特にね、テニス肘と言われるように、テニスをされている方に、多い、痛みなんですけども、これはどういう原理でなるかというと、テニスのバックハンドですね、テニスのバックハンドで打つときにバックハンドはこういう打ち方になります。この時に手首をこう返してね、返して打つと思います。要は、自分の手のひらが下にある状態から手首を上にこうね反らす動き、この動きを、テニスでねバックハンドで繰り返すので、テニス肘と呼ばれたりするんですけども、別にテニスをやってない方でもですね、こういう動きが、日常的に、よく行われるような、お仕事をされていたり、スポーツをされていたり、そういった動作をされていると、肘の外側が痛くなるという場合があります。なので、その場合は、全てね、スポーツで痛くなっていても仕事で痛くなっていても、基本的には同じように、セルフケアすることができますので、今日はそれを紹介していきます。ぜひね、痛みがある方はやってみてください。さあ、では早速やっていきたいと思いますが、まずですね、この、先ほども言いましたが、肘の外側についている筋肉っていうのは、手のひらを下に向けてまっすぐ出した時のこの上に来ている筋肉が、全てこの肘の外側に、ついています。逆はこうですね、内側についているのは手のひらが上に向いた時に、上に来ている筋肉なんですが、肘の外側の場合はこういう形です。手のひら下側です。で、これもね、たくさん筋肉があるので、一つ一つね、こう意識して、マッサージをしたりストレッチをするっていうのは非常に難しいので、まずはですね、今日はこういったこのあと、ボール、テニスボールとかこういうマッサージボールでもいいんですけども、まずはここをね、全体的にしっかりほぐしていきたいと思います。肘の外側についている筋肉を、ほぐすというような形で、こういったもので、しっかりと肘から手首までですね、順番にこうやってほぐしていきます。こう縦にほぐしてもいいですし、横もね、こういう形で方向も2方向でほぐしていってもらえるといいと思います。ボールを使うと、やりやすいですね。で、ボールよりも少しね、こういったちょっと長さがあるものの方がいいので、そうですね、ご家庭にあるものでしたら、サランラップ、いいですね。サランラップの芯、サランラップの芯を、あれ結構硬いと思いますので、使い終わったらですね、このほぐすように使えますので、芯を使ってこうやってね、ローラーのようにこうほぐしていってもらえるといいと思います。まずはね、このほぐしをだいたい30秒ぐらい、2方向ですね、縦と横を順番にやっていってください。それをするだけでも、もうかなりね、柔らかくなるなっていう感じがあると思います。で、それに伴って痛みがね、どうなるかというところなんですけども、先ほど言いましたように、痛みが出る方はね、こう手首を反らす動きをすると痛みが出るはずなので、今のこのほぐしをね、する前にまずは痛みどれぐらい出るかっていうのを確認してもらって、まずは30秒ね、先ほどやったようにほぐしましょう。それで変化があるか見てみますね。で、もちろん変化があってもなくても、次のステップに、ね、ちょっと進んでいきます。次はストレッチをしていきますので、またそれによってね、変化があるかどうか確認していきましょう。はい、ではストレッチです。ストレッチはですね、3つ3種類やりたいと思います。それぞれ、30秒ずつぐらいですね、やっていきたいと思います。まずは先ほどと同じように手のひらを下にして、最初は指を開いておきましょう。開いた状態で反対の手で下にぐーっと伸ばしてあげます。そうするとここ伸びてくると思うんですが、ポイントはですね、肘を曲げないことです。肘をしっかりとまっすぐに伸ばしたまま下に、手首を曲げてください。そうすると伸びが出てくると思いますね。こういう形ですですかね。ゆっくり呼吸しながら、だいたい30秒ずつぐらいいきましょうですかね。はい、こういう形です。肘曲がらないようにいきましょう。はい、これが一つ目。はい、じゃあ一旦緩めてもらって、
次2つ目ですね、同じような形なんですが、次は、手首をですね真下に曲げるんではなくて、少し小指側、外側ですね、外側にちょっとひねって曲げてあげましょう。いいですか。まっすぐ曲げるんではなくて、少しひねった状態で曲げてあげましょう。こうするとさらに先ほどの、ね、よりも伸びてくると思います。まあ、いきなりこれをしてもいいんですけども、これはねかなり伸びてきますので、最初はまっすぐから2回目にちょっとね外側に向けてあげて伸ばす方が、まあこう段階をね踏んで伸ばすことができますので、まあ2回目にこれをやってあげるという形です。これも30秒ぐらいですね。リラックスして、もう座りながらテレビを見ながらとかでも結構です。お風呂の中でもいいですね。できますのでね、やってください。いいでしょうか。さあ、そして3つ目は手をグーにした状態で行います。パーにした時よりもね、この上の筋肉っていうのは手首通って指先までついてる筋肉ありますので、グーにすることでよりね、伸ばすことができます。これもゆっくりいきましょう。まっすぐ下ろしていく。で、横ねじるのも、まあ、入れてもらっても結構です。まあ、真下でもね結構しっかり伸びますので、これは状況を見てもらって、もうちょっともっと伸ばせるなと思う方は外に、先ほどねテーパーにした時と同じようにひねってもらってもいいですし、もう真下にだけ曲げるので十分かなと思う方はこれでも結構です。はい、これも30秒ぐらいですね。よく見えますかね、という形です。いけそうだなという方は外にちょっとひねってもらったらさらに伸びると思います。いいでしょうか。はい、ではストレッチ終わったら最後にねもう一度ちょっとほぐしておきましょう。はい、できるだけね柔らかくしてほしいので、こういう形でほぐしておきます。一応ね流れとしては以上になるんですけども、もちろんテニスをね、本当にテニスをしていてテニス肘外が痛くなっている方は、テニスをやる前とかテニスをやった後にもやっていただくのがおすすめですし、まあ、お仕事とかね、普段の何か作業動作で、肘が痛くなってきている方はその動作をした後とか、する前とかですね、あとお風呂に入っている時とか、ちょっとこまめにね、伸ばしたりほぐしたりするようにしてみてください。さあ最後ですね、最初手首をねこう反らした時に肘が痛くなるという症状が皆さんあったと思うんですけども、これがどうなってますかね。少しでも改善されているという方はこれを続けるとね、もっともっと改善する可能性がありますので、ぜひ続けてみてください。このチャンネルではトレーニングに関する情報、そして私のクライアントからいただいた体に関するお悩み相談に対してどのように私がいつも指導しているか配信をしています。今日の内容が良かった、ぜひねちょっと痛みがあるのでやってみようという方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録いただけますと、私の励みになりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。